陳建軍さん、この度は、ラオ上海オープンおめでとうございます。本来であればですね、お店の方へ行ってお祝いの言葉を述べたかったんですけども、福岡も、コロナが非常に流行っております。だから今日はこの、テレビ電話で、勘弁してください。福岡にもいろんな中国料理店がたくさんあります。でも一番変わったのは、福岡が昭和53年にホテルニューオータニの中に大観園っていう中国料理屋さんができて、それからですね、料理の進歩がすごく福岡は東京並みになっていったのかなと思います。でその中でまた上海料理を専門とするお店っていうのはそんなにありません。で陳さんは中国でいろんな一流なの料理人との付き合いがたくさんあります。だから自分のこの料理人を中国へ連れてってたくさん勉強させて、素晴らしい中国料理をの上海料理をですね、福岡に作ってくれると信じております。やはり上海料理を食べるんだったら、福岡のこのラオ上海、全国からも期待されるようなお店を作ってください。頑張ってください。僕らも応援します。じゃあよー。